はい、こんにちは。栃木のたけし農場です。田んぼの四隅なんですが、ロータリーとかね、ドライブハローを入れるとどうしても四隅に土が寄ってしまいます。で、それをね、寄せないようにやるやり方もあるんですが、たけし農場では、よりね、確実な方法でということで、四隅はスコップで一具はすくってます。まあ、これが一番ね、確実なん でどうしてもロータリーと、金平板の間30センチくらいですかね、がどうしてもあの爪が当たらない場所なんで、どうしてもこの部分に土がたまります。で、その分の土をあらかじめ、中へね、追い込んでおきます。よいしょよいしょ、空振りしてて、スコップに遊ばれてる。よいしょよいしょ、なんだこれは。よいしょよっこしょ、こんなもんで大丈夫かな。よいしょ、これガラス、やばいよね、ガラスなんかね。よいしょ、ガラスはちょっと地面の中へ踏み込んどこう。これは危ない。まあ、こういうのもね、手作業やってると結構見つかるんで、今ガラスがありましたんで土の中に埋め込んでおきました。はい、これで、このスパンはね、スコップで1個分ぐらい取りましたので、こちらは大丈夫かな。このラインは大丈夫そうですね。ここからドライブハローを入れて、こちらの方向にね、引っ張っていきますんで、ここが一番スタートになります。ここに、ドライブハローをこう落として、ずっと引っ張っていくっていう感じになりますんで、この奥側のね、土手は、ドライブハローのちょうど横になりますんでね、こちらは大丈夫です。このラインをちょっとね、ここにこんもり土が残っちゃうんで、その土をちょっと内側へ、あらかじめ寄せておくという作業をすると、より確実にこの四隅がね、きれいになります。最初にね、向こう側、短辺側の、道路側ですね、今は排水側なんで、道路側、用水がある方はもう終わりました。で、ここが一番最後です。で、これからね、ここの田んぼにも、水を入れたいと思います。というわけで、まあ、あまり手作業でやる人はいないんですが、四隅の土を平らにする作業ですね、を今手作業でやってみました。最後までご視聴ありがとうございました。多分ね、こういう風にやればトラクターから降りなくても機械でやれるよって、いろんな人が思ってると思うんですが、たけし農場ではあえて、機械から降りてね、手作業であらかじめ、平らにしておきます。最後までご視聴ありがとうございました。